私は東日本大震災があって、その時東京に住んでいて、そして原発事故、東電原発事故が起きて、そして津波の被害、地震の被害、そして放射能汚染っていう、こう原発震災っていうものを初めて経験して、そしてその衝撃からやっぱり国とか行政とか税金とか、そういう公的なもの、公的な組織がいかにその私たちのやっぱ生活とか命に関わっているかっていうことを実感しました。正直それまでは自分の生活とそういう税金とか公的な機関がそんなに関わっているっていう実感がなくて、自分の好きなことだけ、目の前のことを一生懸命やって楽しんで、人生楽しんでればそれでいいって思っていたんですよ。だけどやっぱりあのような大きな災害、そして原発事故、放射能汚染というものが起こった時に、やっぱり自分のことだけやってればなんかこう命が守れる、自分の家族、子供が守れるっていうことができないって知って、そして初めて税金の使われ方とか、その公共の組織の人が一体何をしてる、仕事を何をしている、何を働いて普段やってるのかっていうことを考えるようになりました。そしてやっぱり税金の使われ方がおかしいということに気づいて、そして、税金がもっとなんかこう環境のためだったり人の生活のために使われたらもうちょっとマシになるんじゃないか、世の中社会がマシになるんじゃないかと思って、そういうことを考えてた時にベーシックインカムという無条件で、お金を一人一人のその命とか生活とか自己実現のために渡すっていう、発想を知って、やっぱりそれはすごく一つのなんていうのか、哲学としてすごく大切な発想だと思いました。やっぱり何だろう、自分から自分が困ってる、自分がこうしたいから、なんていうのかな、自分の思いを、形にするためにやっぱりお金を使いたいという部分で、なんか誰かの国のためとか、こう誰かのためにそのお金をこう納めるっていうのはなんかすごい違うなと思って、で今ベーシックインカムについていろいろいろんな人の話を聞いて刺激を受けているところです。ありがとうございました。